ムソフトクリームありがとう。出たかな。嬉しいよ、嬉しかったよ。今日も夜勤頑張れー、頑張れー。ありがとう。ハズレありがとう。お、見れるぞ、ありがとう。ちょっと待って、またやっぱりなんかお名前が見えないみたいだから一回ちょっとダブルクリックしてシュッてしますね。あ、どうだろう、見れるかな今だと。見れた。アイくんありがとう。お疲れ様、ありがとう。そしてスカイさんありがとう。ニコちゃんお疲れ様、ありがとうございます。ただいまです、戻ってきました。ちょっと前髪伸びすぎじゃない、私の前髪伸びすぎじゃないめっちゃふわふわになってる。こんばんは、こんばんは。あ、そうだ、曲注射つけようと思ったんだ。見えないかもだけど、こんばんは、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんです。リボンさん、明日の寝起きがかなる、嬉しい、ありがとうございます。寝起き頑張ろう。明日はちなみにね、朝配信できたらいいなって思ってますので、朝、昼、朝くらいできたらいいなと思ってます。ありがとう。かき氷ハートありがとう。ねえ、もういよいよですよ、行くの以上、もう本当にいよいよ。ありがとう、あずまさんお手紙ありがとうございます。今日もお疲れ様です。そう、髪やっぱり伸びたよね。そうなの、すごい伸びた。乗車しました。はずれありがとう。しげちさんお疲れ様です、ありがとうございます。ソフトクリームありがとう、ありがとうございます。はずれ、ゆきなこじょさん今日も来てくれてありがとう、ありがとうございます。赤、嬉しい。そう、数ある色の中から赤を選んでくださり、皆さん本当にありがとうございます。赤振るよってやってくださる方、本当にありがとうございます。ソフトクリームありがとう、ハートありがとう、嬉しい。ゆかちゃん装備で赤以外の選択肢かっこいい、ありがとう、嬉しいですよ、ありがとうございます、嬉しいね。こんばんは、こんばんは。ね、携帯の前でありがとう、応援届くよ絶対。こうやってしてくれると嬉しいです。こんばんは。お誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、あ、音外した。ハッピーバースデーディア秀明さん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございますおめでとう、いつもありがとうございます。素敵な一年にしましょう、おめでとうございます。すごい音外したのびっくり、自分でも。ハッピーバースデー、おめでとうございます、ありがとうございます。いつもみなさんもありがとうございます。こちらこそですよ。みなさんもありがとうございます。ですね、素敵な一年。あら、ありがとう、花束、かき氷も。ありがとうございます。嬉しいね。暑さ対策、気をつけますね。気をつけます。いっぱいお水を飲んで。
ファスマだってありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。なんでもらえたんだ、あれかな、ギフト投げてくださったからかな、もしかしたら投げていただいたのかな、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、覚えてる気がするよ私。かき氷ありがとう、ソフトクリームありがとう、ありがとうございます。ちょっと前髪伸び伸びしちゃいすぎている。席の場所を伝えてくださるんですか、ぜひ教えてください、知りたいです。ちょっと今日はお眠かも、ちょっと、うん、今日てかね、今日あの最近あの私は毎日6時には絶対アラーム鳴らすようにしているんですよ、どんなことがあっても。はずれ、しげじさんありがとう、嬉しい、猫ちゃんありがとうございます。そうだからそう早いのよ、で何もない日でも6時に起きるということがになってしまうので、今日とかは何もなかったわけじゃないんだけど、そんな6時に起きる必要もないのに6時に起きたっていう、めっちゃ早起き。そうでもね、いいのか悪いのか分かんない、早起きはできるんだけど、その後ご飯食べた後すっごい眠たくなるので、二度寝をしての起きるからいいのか悪いのか。はずれ、ありがとう、ひであきさんありがとう、はずれちゃった。そう眠たくなっちゃう、そうだからご飯食べた後寝ちゃうから、朝ご飯の後に、本当にいいのか悪いのかわからないです自分でも。そう夏休みはね崩れるよね生活リズム、どうしてもね。今日すごい、もうなんかもう危ないかも。もう早いかも今日は。無理せずにしますね、ありがとうございます。お洋服白のね、フリフリ、ちょっとまた系統が昨日とは違うかもしれないですね。ありがとうございます。まあそうですね、あ明日山梨、おお気をつけてね、もう皆さん移動中とかの方もいらっしゃるのかな。ゆうかちゃん寝たかったら寝ていいんで、いつも優しいありがとう、一緒に寝よう、一緒に早く寝よう、じゃあ今日は。嬉しい、ジョイ単独で嬉しい、初めてがジョイで、すごい私たちも嬉しいです、ジョイも喜びます、嬉しい、ありがとう、ありがとう、待ってた。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアしほなちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、おめでとう、素敵な一年に一緒にしましょう、いつもありがとうございます、出会ってくれてありがとう、おめでとう、あ
ありがとうございます。皆さんもおめでとうございます。花束もありがとう。わあ、しほなちゃん I love you、 I love you だよ。愛マシマシだから、いつもありがとう、おめでとう。祝嬉しい。今日は誕生日の方が2名もいらっしゃる。嬉しい、ありがとうございます。皆さんいいね、夏生まれ、ありがとう。こちらこそありがとう、来てくれて嬉しい。こんばんは、こんばんは。パーさあ、へへ、こんばんは。あら、ありがとう。あずれ、富澤さん、ありがとう。猫ちゃん、わ、猫、あずれ、ありがとう。富澤さん、今日も来てくれて嬉しいです、ありがとう。まさひろさん、あずれ、ありがとう。今日もありがとう。昨日からハズレだね、ずっとハズレちゃうね。ピエンだ。夏風邪大丈夫？夏風邪の時期だよね、本当に。いっぱい寝て。さっき去年のイコナイジョーフェス見てました。おお、もうあれだね。今年の準備のあの準備運動だね。食べてありがとう。ありがとうございます。英雄ね、外れ率高めだね。逆にさ、1年配信の時が本当にすごかったんだなって思えるね。皆さんありがとうございます。旗ありがとう。嬉しい。今年ももう本当にあと3日、4日、あ、違う、増えちゃった増えちゃった、2日なのがびっくり。あっという間だよ。私たちももうすぐで、皆さんと一緒に山梨県の空気を吸う日が来ますよ。イエーイだね、イエーイ嬉しいね。お、はじめまして、楽しみだよ、楽しみ。お、晴れになってた、いいね。フェスは晴れたいね、やっぱり。暑いと思うけど、だってさ、あれだよね、夕方って言ってもさ、もう湿度というかあるからさ、やっぱどうしても暑くなっちゃうからね。気をつけたい、気をつけよう、みんなで。ありがとう。15分経ちました、ありがとうございます。ちょっと私が今日は思った以上に空気じゃないや、酸素が欲しい、脳に酸素が欲しいって言ってるので、ちょっと思ってる以上にちょっと短め配信になっちゃうんですけれども、今日は予期せぬ短め配信をしたいと思います、になります。ハートありがとう、かわいい、ありがとう。いっぱい寝るねありがとう。370日だって、ありがとうございます。嬉しい。酸素欲しそうな顔してる。あとね、今日マスカラもね、アイラインも引いてなくて、ちょっともう目が幼い気がする。食べて、ありがとう、食べます。そう、最近アイシャドウしかしてなくて、眉毛とアイシャドウだけでメイクを終わらせるという感じなので、明日、明後日、しあさっては、明後日、しあさってとかもちろんもうメイクしますけどね、備えてちょっと肌とかはね、あんまりこうしたくなくて、でまつげもちょっと、まつげって意外と重たいんですよね、あのマスカラとか塗ったら目が重たくなるから、ちょっとここ1週間2週間くらいはメイクあんまり濃くしなかったかも。
き、嬉しい、ありがとうございます。ね、最近の一軍アイシャドウ、それがですよ、最近一軍が多くて、本当にあのアイシャドウ自体はね増やしてないんですけど、どこかのプラザさんかどこかで買ったアイシャドウと、ちょっと本当にヒント少ないよね、私もちょっと名前を見てなくて、アイシャドウとあとお兄ちゃんからもらったイブさんさんのアイシャドウね、すごいな、あの涙袋描くのにめっちゃいいんですよ、アイラインとかと、あとリリミューも使ってるし、あとエクセルさんの10番か4番か6番かなんかその辺どの辺みたいなね、アイシャドウ4つくらい使ってる。あとアリスからお誕生日でもらったアイシャドウパレットも涙袋描くのに使ったりして、本当になんか最近一軍というかこれだけっていうのがなくて、あでラメはクリオさんの2番だったかなを使ったり、もう本当にもう使いすぎ、一気にもう一つの目にそんな乗らないよってぐらいに、そう、ありがとう、虹色の星もありがとう。一軍入りというか私の持っているアイシャドウ全てって感じですかね、ほぼ全て。私はあんまりベンチ入りの子がメイク道具にいないので、基本みんな一軍だと思います。マスカラとかもそんな同じというか、マスカラで黒のマスカラを2個も3個も買わないんですよ、もう1種類だけみたいな。とかそうアイラインとかも同じものばっかり使うので、1個とか1個2個とかくらいで、気分でそれこそ本当にちょっと色味変えるくらいのものしかないので、基本みんな一軍です。マスカラはエレガンスさんの下地にミルクタッチさん使ってますね、のロングの方が多いかなって感じ。ボリュームも使う時もあるけど、ロングの時の方が若干多いかな。わさびちゃんありがとう、ピエン猫ちゃんだった、ありがとう。そうそうそうかな。はじめまして、イヤホンミーサブリミナル大爆笑2023さん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です。ミルクタッチめっちゃいいですよ、伸びる、ね、まぶたにも多分サラサラしてるのかな、だからつきやすいのかもしれないんだけど、あのコツつかんだらそんなつきやすいってこともなくなるので、もうコツつかんだらもう最強になれる気がする、まつげ最強だと思う、めっちゃいいです。初めのね、あの新品の時とかやっぱこう液いっぱいついちゃうから、その分つきやすくは、まあどのマスカラもそうだけどね、まぶたにつきやすくなるんだけど、もうぜひぜひめっちゃいい、私も愛用中、メンバーも愛用してる子多いと思います。そう愛用中です。普段メイクとステージメイクは違いますね、使ってるものは基本一緒なんだけど濃さが違うかな、こう濃くしてますね。とかあとラメ、あ今日ねラメをね、あのイコの以上に向けてちょっとグリッターのラメを買ってみました。ちょっとまだ使ったことないんだけど、あもう取れてたってやられたからこれに試してみたんだけど、そうちょっとね、あのつぶつぶのねラメをねつけてみたいなと思って、わかんない、ちょっと明日試してみようっていう、どんな感じになるかをまださ、こう手にテスターでつけるのとさ、もう実際つけるのでまた違うから、あの私の圧倒的一軍グリッターはもうリリムの、あのクリスマスの時にのあの
にいただいたものをね基本使ってるんですけど、粒の大きさがちょっと違う種類の買ってみました。そう、試してみようと思います。ラーメンお腹空いてる？もしやお腹空いてますか？明日配信どうだろう。明日配信でも新しいメイクやから使ってみたいよね。てか気をつければよかった。ハートありがとう。かき氷アイスクリームありがとう。ありがとうございます。クリスマスのは色が違うかな。クリスマスのは結構ゴールド系で、今回買ったのはシルバー系ってなると、粒がね、そうなんか今日買ったのは細かいのと大きいのが混じってるようなのを買ってみたので、どんな感じかなと。つけてみればよかった。もうバッグの中もう出しちゃったかな。出しちゃったかも。明日します。明日はね、朝まだ正確に決めてるわけじゃないんですけど、朝できたらいいなと思います。でね、あれだよね、先にお伝えすると、イコノイジョイの当日はちょっとショールームはちょっとしないかなって感じなので、明日は一旦止まります。まあね、ちょっとね、なかなかね2日連続のステージということでね、私もよどうなるのかよくまだわからないっていうのもあるし、なかなかちょっと難しそうなので、あと2日目、30日終わった後もちょっと夜できるかわからない、できないかもしれないなって感じです。そう、でも次のその次の日の月曜日はできたらいいなとは思ってます。31日になるかな。そう、31日は配信できたらいいなって思ってます。まだチケットあります。ありがとう、チケットあります。なんでね、そうそうそう、まあその分ステージでねたくさんお会いできますので、そうなので、また配信はね一旦休憩なんだ、お休みはしますけど、そうです。かき氷ありがとう、アイスもありがとう。チケット使えるときにね。ゆうかちゃん当たるかな、どうかな。明日どうしようかな。時間はね、9時半とか9時半10時台とかにできたらいいなって思ってます。ちょっと平日だからお仕事の方とか学校の方とかちょっといらっしゃるかなと思うけど、ちょっとね皆さんの都合、ご都合的に会う時間かわからないけど、でもお仕事とか学校はやめないでね皆さん、ダメだよやめちゃ。移動中ラジオ感覚でぜひぜひ。ああなるほどね、朝の、あ私が、ああなるほど、車の中はなかなかね酔っちゃうと思う、私が文字とか読んだら。私車の中で YouTube はどうだろう、私あんま車乗ることももうないから、で、ね、事務所の方に車で送っていただく時とか本当になんかもう基本寝てるので車の中
多分酔っちゃうかもしれない、車の中で文字見ると。なのでちょっとなかなかそういった未来はまだ先かもしれないけど、カーガードタイプありがとう、メイク薄いのに嬉しいです。そう、画面見たら酔っちゃうかもね。電車とかはね見たりするんだけど、全然ね違うからね。か車に本当に乗らなさすぎて、福岡の時も毎日と、もう毎日車に乗らない日はないってぐらいに毎日車に乗ってたのに、ってか乗せてもらってたんです、お父さんとかお母さんの運転で。今日のビジュ嬉しい、ありがとうございます。目開いてなくない？目開ける、ありがとうございます。ハートありがとう、ありがとう、わありがとう。ね、酔っちゃう。そうそうそう、確かにそうだよね。運転してたら酔わない気がする、したことないけど。そうフフ車がないと、うん、確かに地域によっては。そうだよね、東京が本当になんか便利すぎてすごいびっくりです。こんな車を使わなくてもどこでも行けるっていうことがびっくりですね。そうね、そんなこんなであと1分で何時を見せちゃおうかな、ちょっと早いけど嬉しい、ありがとう。あ、10時になりました。すごい、あと1分というのが思ったより5秒ぐらいしかなかった。アイスクリーム、かき氷ありがとう。なんかさ、あの何時を見せるとか言いながら、イコノイジョイ終わった後に自分に何かね、ファーストコンサートまで、まあ、約1ヶ月あるので、何か一つね、そうご褒美をねしたいなとか思ってるんですけど、でも浮かばなくて。なんか最近私その食事に関して自分に制限をつけているわけじゃないから、なんかこれが我慢しててどうしても今食べたいんだっていうものがすごくなくて、今ねご褒美考え中。そうだし、なんだ、去年は結構イコノイジョイ終わった後すぐ福岡帰ったんですけど、私は別にそのこれといって帰るということもないので、同じ週にね、同じ週というか翌週はねティフにもね出演させていただきますし、そう楽しみなこと、まあ8月もいっぱいいっぱいなのでありがたいことに。そうだからなんかこうどうしようかなと思って、どうしようかなっていう、何かあるかなっていう募集中です。皆さんぜひ私のご褒美、何がいいと思います？そう今までは私はね、それこそ食べ物とか本当にお寿司とか、なんだ、何かの食べ放題とか、なんか全部食に行ってたんですけど、でもそんな食欲がないわけじゃないんだけど、その食、そのなんか何かが食べたいっていう衝動が起きるほどでもないんですよ。だからね、そうどうしよっかなっていうお悩みです。夢の国はねメンバーで行きたいなとは言ってはいるんですけど、そう、そうそうそう、まだ行けてない。でもね、あの絶対どこかのタイミングではね行こうねって言ってるので、そうそうそう、プチ旅行とか、確かにそうだよね、旅行とかもいいよね。抹茶、抹茶はね食べてるよ、多分食べてないかな、最近食べてないのかも、思ったより。最近、あ、最近私がハマっているハマり、本当にねコロコロ変わりすぎる問題なんだけど、ハマっている
スイーツというか食後のデザートというか、まあ、デザートになるのか分かんないけどっていうのがハマってる、最近本当にハマってる、ここ1週間ぐらいずっと食べてる飲んでるというかものなんですけど、牛乳にきな粉を入れてきな粉牛乳を作るんですよ。それとあと冷凍バナナを2、3個ポンポンポンって入れるんです。そう、これでね食べるのがすごい美味しくって、で途中それ飲むというかストローでこうちょっと潰しながら食べるみたいな感じなんですけど、バナナが冷凍バナナなのですごいなめっちゃ続くバナナなので柔らかくなってくるんですよ。だからもうめっちゃ美味しくってシェイクみたいな感じ、本当はなんだシェイクしたらいいんだろう、もっと美味しいんだろうけど、そういったことをすると洗い物も増えてね、なかなかこう腰が重いというかなので、味はシェイク、バナナシェイクみたいな、バナナきなこシェイクみたいな感じでめっちゃ美味しいんです。最近は食後に朝ごはんの後かな、他は食べてないけど朝ごはんの後にその牛乳きなこバナナを飲んでます。さあね、蜂蜜とか入れなくてもなんか自然の甘みがあって私は好きです。でも甘いのが好き、甘党だよって方とかは黒糖、黒蜜か、黒蜜とか蜂蜜とか入れてみるのもいいと思います。さあ最近のハマっているものです。毎日飲んでる。そうだからそれこそ最近は朝ごはん、まあ、メインとなるものプラス牛乳オートミールリゾットがハマってるパート1で、パート2のきなこ牛乳バナナパート2で朝ごはんほぼ同じメニューになってる。そう、牛乳好きなんですよね。牛乳豆乳とかオーツミルクとかなんかそっち系すごい好きで、そうなんです、ハマってます。最近伸びるかな、背伸びるっていいけどな、なかなか伸びなさそうだね。牛乳色って初めて言われた。オーツミルク美味しいよね、美味しい。で、穀物の味がするのって好きなんだよね。そうだからね、オートミールリゾットにハマってるっていうのもある。まあそんなこんなで、あら、かき氷ありがとう。160はないですね、近くはあるけどないです。150センチ台です。そう、レシピはね至って簡単。オートミールに 30g、 まあ1食が 30g って言われているだけなので、どんな量でもいいんですけど、 30g に牛乳がなんかまあ浸るぐらい浸かるぐらいなんかこうパーって適当に入れて、レンジで、まあ、若干温めて、でチーズをサララッと、まあ、タララッと、気持ちチーズみたいな感じで入れるって、まあ混ぜるとだんだんこう牛乳とオートミールがこう馴染んでくるのでリゾットみたいになるんですよ。だからもう簡単、超簡単。でも私この間レンジでチンしすぎてレンジの中で牛乳が溢れ返ってたので、時間だけは気をつけてくださいっていうのだけお伝えいたします。溢れてたので、そうオートミール自体がね結構ふつふつしやすいんですよ。米化というかすると、そうで私はノールックでこうやってくるってまして電子レンジしてたら気づいたらこう牛乳が溢れかけてたのでちょっと気をつけてください。オートミールがふつふつしやすいのね。そう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 、大体1分ぐらいかなって思ったんですけど、ね、ちょっと1分じゃなかったみたいに思ってた以上にっていうだけです。じゃあね、ちょっと予定より7分もあれ長くできてよかった。準備していきます。かき氷ありがとう、嬉しい。やっぱ話すと楽しいからさ長くしちゃう。
無理してるわけじゃないから、ね、本当に楽しいの。では10歳の方からです。10歳ハマジさんありがとうございます。12位翔陽さんありがとうございます。11位達也さんありがとうございます。10位スカイさんありがとうございます。9位アイくんありがとうございます。8位陽気のこじょさんありがとうございます。7位わさびちゃんありがとうございます。6位ひであきさんありがとうございます。ハッピーバースデー。5位まさひろさんありがとうございます。4位しほなちゃんありがとうございます。ハッピーバースデー。3位とめぞうさんありがとうございます。2位あずまさんありがとうございます。そして1位しげじいさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。たくさんありがとうございます。ありがとうございました。明日は12時間後、ほぼ12時間後の21時じゃなくて9時から、朝9時から配信で弾けたらいいなと思っています。わあ嬉しい。楽しんでね。去年の行かないじゃいありがとう。皆さんもありがとうございました。また明日テスト頑張ってね。おーバイト、おーそっか夜勤だからね、頑張ってね。皆さんも本当にいっぱい寝て、私もいっぱい寝ます。ありがとう。今からだったらまあ8時間くらいは余裕で寝れますね。だるまありがとう。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。今日も一日お疲れ様です。みんな頑張った、私も頑張ったし、みんなも頑張った、お疲れ様。バイバーイ。おやすみなさい。バイバイ。